君が今日英語のアナウンスをしてくださる方ですか。はい、はい、よろしくお願いします。野口です。よろしくお願いしますね。私澤健と申します。いや、このね、このニュース番組は日本語と英語、はい、こう同時にこう伝えていくという、はい、こうバイリンガル放送なんだ、うん、ね。で、私が日本語で、野口さんには、はい、こう英語を英語を、はい、お願いしようと、はい、頑張ります。じゃあちょっと始まりますんで、はい、お願いします。おはようございます。 Good morning。 朝のニュース担当の澤健と申します。 Morning News, I'm Miha Noguchi。 安倍総理大臣は昨夜の記者会見でこう述べました。 In the press conference last night, Prime Minister Abe stated the following。 先ほどアメリカのトランプ大統領と電話で会談をいたしました。Earlier today, I spoke with U.S. President Trump on the phone. ちょっといいかな。え、はい。英語はいいんだけれど、はい、やっぱりこれは安倍総理がな、実際にこう言ってる言葉なんだよね。実際に。はいはい、なのでそこはあなたの英語ではなく、こう安倍さんの、安倍総理の英語にしなくてはいけないのね。安倍総理の。はい。はい、わかる。これニュースだから。ニュースだから。リアリティ大切。リアリティ大切。ね。はい、わかりました。じゃあ次からね。はい。日米両国、そして国際社会とともに、さらなる協力関係を強めていくと合意いたしました。And we have agreed to reinforce the bond between Japan and the United States, along with international community.それでは CM です。 And we will be back right after this. そうだよ、それがいいよ。素晴らしかったね。あれリアリティ出てた。モノマネじゃないですか今の。かっこいい英語ってあるじゃないですか。No. で、男性の場合ね、かっこいい英語って、うん、低めで渋いっていう感じの声が、まあ、男性にとってさ、かっこいい声であったり、英語話す時もそういう感じになるのかなと思うんだけど、女性にとってのさ、うん、女性にとってのかっこいい英語ってさ、どこ？私はロールモデルがいるね。ああ、なるほどなるほど、うん、じゃあやっぱ自分はこういう風に喋りたいっていうロールモデルはあった方がいいよね、ある程度はね、うん。ただ、うん、その声に似せようとして頑張ると、うん、結局作っちゃうんで。なるほどなるほど。作った声って分かるんだよ。なるほどなるほど、うん、そっか。だからその辺は本当の自分の true voice、うん、声っていうのは私は asset、 財産っていうか、うん、本当私たち一人一人に一個ずつあるものだと思うから、うん、誰の真似をしなくてもいいと思う、うん、まあ、手張りですよね。こう手張り、こう型がね、例えばあの人みたいになりたいっていうロールモデルがあったとします。でそれをでも破る、手張して、うん、ああ手張り ね、はいはいはい、そうそうそう、で自分のものにするっていうか。急に難しい三漢字が来たからびっくりしました。断捨離じゃないけど。なんかシュハリーってなんかさ。シュハリーあっても良さそうだよね。あなたが今日からニュースを担当してくださるアナウンサーさん。はい、よろしくお願いします。澤健です。よろしく。はい、私この道20年の野口と言います。よろしくね。よろしくお願いします。で、このニュース番組っていうのは日本語と英語の両方バイリンガルでお伝えするっていう番組なのね。で、はい、私が日本語、あなたが英語を担当してもらうということになってるからよろしくね。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ始めますよ。はい。おはようございます。Good morning. 朝のニュース担当の野口美穂です。Morning news. This is Sawa Ken. 安倍総理大臣は昨夜の記者会見で次のように述べました。In the press conference last night, Prime Minister Abe stated the following.
先ほどアメリカのトランプ大統領と電話で会談をしました。 Earlier today, I spoke with US President Trump. ちょ、何やってんの？いや、なんか変な喋り方じゃないそれ。いや、多分安倍さん、安倍総理大臣は多分こういう英語かなって。え？安倍総理大臣の英語？はい、やっぱリアリティとか大事だと思うんですよ。確かにね、はい、じゃあ私もそうやってやってみた方がいいのかしらね。はい、 OK。 日米両国そして国際社会とともにさらなる協力関係を強めるということで合意いたしました。 And we have agreed to reinforce the bond between Japan and the United States along with international communityそれでは CM です。And we'll be back right after this. いいじゃない。ありがとうございます。ありがとうございます。いいじゃない。リアリティやっぱ大事ですよね。大事よね。ありがとうございます。美穂さんと一緒に動画を撮ったので、美穂さんの方のチャンネルもぜひ、覗いてみてください。リンクは下の欄に入れておきます。それではまた、さよなら。バイ。